の皆さんこんにちは、今回の全場中継は1年ぶりの分隊でございます。横浜文化体育館からお送りしていきたいと思います。まず、実況の方は私鍵野武史、そして、今回の解説日刊スポーツ新聞社、永井高松さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、永井さん、1年ぶりの分隊になりますね。さあその中でですね、注目のカードをちょっと挙げていただきたいんですがね。そうですね、はい、見どころと言っていいのかどうか微妙なところですけども、はい、の CWA の世界タッグ選手権、普通のタッグ選手権とちょっと今回は、色が違って、はい、高橋選手と前川選手が、非常に意向が深まっていますので、その中で行われる選手権ということで、どんな試合になるのかね、はい、楽しみでもあり怖くもありという感じですね。そうですね、これはしかし逆に言うとですね、あまりこの感情をむき出しにすると選手権試合自体が成り立たないという可能性もありますね。まあ、不成立だけはね、避けてほしいんですけども、はい、そのギリギリのところで激しい試合をね、はい、見せていただければと思ってるんですけど、一つポイントになるのがこの前村の活躍じゃなかろうかなと。そうですね、前村選手はかなり伸びてますし、去年の遅れのタッグリーグザベストでの、アメージックホーク選手からフォームね、はい、タッグですけど取ってますから、ここで活躍するともしかしたらあるかなというのもあると思うんですけど、そうですね、はい、まあ、そういう意味で今日は全6試合になりますが、ぜひ注目をしていただきたいと思います。まもなく試合開始です。レッスルライト横浜2004、その第1試合、ジャガー横田が登場してまいりました。今日の対戦相手水島とはお母さんと娘、それほどの年齢差があります。さあ今日はどんなことを教え込んでいくんでしょうか。ジャガー横田第1試合に登場です。水島夏美です。今年1月3日デビューいたしました。小柄ながら非常にスピーディーです。激しいファイトをします。水島夏美の入場です。本日の第1試合チームマッチ15分一本勝負を行います。青コーナー130トン、その存在感未だ衰えず、このジャガー横田、水島夏美、今日も全力ファイトです。この水島夏美です。さあいきなり飛び込んでいったのが水島夏美。今度はジャガーが一発一発に魂込めて、しかしここは負けていられません。今度はニュータラルコーナー。いや永井さん、はい、先に仕掛けていったこの水島、心意気は買いたいですね。勇気ありますよね。さあいった、しかしカウントワンカウントで跳ね返していく。背中からね、大先輩に行くっていうのは、そうですね。今度は逆にオバックを取る。さあスリーパーに取る、スリーパーに取りますが、投げに行きました。ジャガー横田です。まあヒップアタックを見せる。さあ永井さん、この水島なんですけれども、はい、勝ち負け云々というよりもどこまで食い下がれるか、そしてジャガーにですね、どこまでこの水島夏美というものをインプットできるかかと思うんですがね。そうですね、全日本女子っていう団体は、はい、女子プロレスの中で、まあ、語弊あるかもしれませんけど、一番こう第一試合らしい第一試合を必ずやってる団体でですね、はい、本当に新人がこう少しずつ力をつけていくっていう意味で、こう第一試合でね、こうプロレスを覚えていくっていうのが伝統なんですけども、はい、今ジャガー選手がいて、ジャガー選手と対戦できるっていうのは本当にいい経験になると思うのでね、はい、盗めるものは全て、短い時間かもしれませんけど、はい、そういうつもりで、やってほしいと思いますね。そうですね、はい、水島サイドからするとお母さんとやってるようなもんですからね。いやいや、ジャガー選手はあれですよ、はい、
年齢なんて全然関係ないぐらいしなやかですしね、技術も本当に高いもの持ってますし、本当に勉強して、盗めるものは全て盗むっていうのは大事なことだと思うんですよ。そうですね、さあそういう意味で今日はいい教科書がおります、このリング上。さあ水島、この一発一発こういった技に関しましても思い入れがあります、このジャガー横田。そのジャガーの心意気を今全身で受け止めています、水島夏実です。小さな体全力ファイトの水島、さあどうだ、ロープになんとか腕を伸ばしました水島であります。膝を落としていきましたジャガー横田、その腰骨のあたり、今度はどうか、ロープに送り出してドロップキック、うまくカウンターを使ったドロップキックに連発、今度は方向を変えて3発打っていく、さあ前に出ますが今度はジャガー横から入る、ここはどうか、カウントは1カウント、いや2カウントか、今度はどうだ、投げに行ってそのまま首を取りました、首を取りに行きました、このジャガー横田であります。まあ、永井さん、はい、ジャガーも決して大きな選手ありませんよね。そうですね、はい、体の大きさはね、決して恵まれてなかったと思うんですけども、はい、まあ、それは水島選手が、ね、一緒だと思うんですけども、例えば今こうボディシザースをやってますけども、はい、こう見ててジャガー選手は足にしか力入ってないの分かると思うんですけどね、はい、受けてる水島選手はもう全身力入れていっぱいいっぱいですよね、はい、そういううまさ、はい、っていうのがあのジャガー選手をここまでトップにしたと思うんですよ。あ、なるほどね、そういうのを、ね、こう肌で感じるのは非常に重要なことだし、はい、気がつけるかどうかはね、今後にとって非常に重要なことですよね。そうですね、さあどこまでこの戦いの中から学び取ることができるか、水島両足を取る、さあステップオーバーすることが今できました。さあ腰を落としていきます、腰を十分に落としていった水島夏実、大先輩のジャガーの今胸を借りて全力ファイト。さあそしてジャガーの表情が今アップになった、今度は片足を取って片逆エビ固めの体勢、膝を決めに行きます、この水島夏実。さっきあのジャガー選手が同じようにハーフボストンやりましたけども、多分ね同じ場面を並べてみるとすぐ分かると思うんですけど、水島選手は今本当に全身に力を入れて仕事ですよね、はい、ジャガー選手はあのポイントだけ力を入れて攻めながらきちんと休んでるんですよ。あ、そうかそうか、そういうところをね、せっかくこうやって回ってきた機会ですから、はい、あの肌でね、感じてほしいと思うんですけどね。そうですね、はい、無駄な動きがないわけですね、ジャガーの場合は。まあ、多分技やってますけど、はい、水島選手はすごい疲れてると思うんですよ。なるほどね、ジャガー選手はねかけてるときはきちんとこう休みつつ、はい、技をかけてるっていうね、そこは本当にキャリアの違いなのかもしれないですけど、大事なとこですよね。そうでしょうね、戦いを通じて学んでいかなくてはなりません、この水島。どこまでその部分を得得することができるか、確かに全身使ってこのです、ね、まあ、いたしかたないんでしょうけどね、信じらしくていいんですけどね、はい、今後無駄な力がどこまで抜けていくか。おっと、逆十字の体勢を取りました水島です。アニマル浜口ジム出身のこの水島、あの浜口さんの遺伝子を十二分に受け継いでいるこの水島夏実、脇固め脇固め脇固め、ジャガー横田脇固め、さあどうか、あくまでこの辺りはテコの応用か、足をバタつかせています。水島どうか、水島どうか、苦しそうだ苦しそうだ、なんとか足がロープ。確かにこの辺りの動きも無駄がないですね、確かにね、本当にジャガー選手は無駄ないですよね、さあこれを切り返して正面から、かかと落とし気味に持っていく、これを切り返すニュートラルコーナー、おーヘッドバット、頭硬いんですね、これ。これはちょっと新たな、新たな武器を。そうですね、ストレングヘッドバット、もう頭が硬いということが今分かりました。ボディープレス、さあどうだ、カウントは2カウント、新たな面を発見いたしましたこの水島、一つ自分のセールスポイントにしてもいいかもしれません。出た出た、ダイビングヘッド、自分の武器を徹底的に行くのはすごいいいことですよね。そうですね、相手の胸元、そしてここでフォールの体勢、カウント2カウント、水島に対する声援もかなり飛んでいます。
さあ体重を落としてここでどうだ、うわカウントは2カウント、あと一歩まで追い詰めていく。2月3日の後楽園を抑え込みでサソリ選手からね取りましたよ ね、 ね、あーここは自爆、そうやすやすとはいきません、今度はどうする、ジャガーロープでの攻防、回転エビが食べて捉えた、これはどうだ、カウントは2、逆さ抑え込み、こういった瞬時な動きも非常に素晴らしいものを持っている。さあ今度はスモールパッケージホールド、これでどうか、カウントは2、いやいやなかなか前進、前線してますね、練習で練習してるものを出してますね、非常に練習熱心と聞いておりますこの水島、ありがとう、一発一発の破壊力が未だこれ健在だ、どうだ、ブリッジをして逃れました、カウントは2、今度はジャガーがトップロープの上に上がる、ジャガーどうする、あミサイルキック、これも鋭い、喉元をえぐるように、さあそしてカバー、もうブリッジをしてこらえる、なかなかスタミナはありますよね、素晴らしい第1試合となっているボディースラム、さあそして抑えた、こういった抑え方一つ一つも非常に丁寧なこのジャガー横田、基本に忠実ですよね、そうですね、基本を基本のままやるのが一番難しいと思うんですけどね、おお、また持っていったヘッドバット、ラリアットカウンター、さあそしてコブラツイスト、あ完璧に捉えましたコブラツイスト、あ最後はこのコブラツイストで、いや永井さん、やはりあの壺にはまると強いというか、いやコブラツイストまで出させたっていうのはね、あ逆にと自分まで出させたという、検討だと、ね、あなるほどね、はい、ラリアットも2発もらってますからね、そうですね、さあこのジャガーの水島表はどうなんでしょうか、コブラツイストまで出させました、永井さん、なかなかやるわねという表情に見えますね、うん、そうですね、あの第一関門というか、この試験は合格だったんじゃないですかね、あなるほどね、あこのジャガー横田もその素質その心意気認めたようです、やっぱ若い選手は気持ちが見えるかどうかが一番重要だと思うので、そうですね、そういう意味では今日はね水島選手はいい試合だったと思いますね、はいはい、大先輩から合格点をいただいたようです。第1試合15分の一本勝負、ジャガー横田が水島夏実を下しておりますが、このジャガーをもうならせた水島、これは立派なものです。格闘技戦5分3ラウンドです。まず高田由子が入ってまいりました。平成10年全国空手道選手権優勝者高田由子です。おそらく打撃で攻め込んでくるでしょう。多少の緊張感が見られますが、さあどんなファイトを披露してくれるんでしょうか。空手家高田由衣子です。地方に一礼をいたしました。青コーナー、格闘技戦は今回が2戦目です。非常に強い心を持った女の子です、高橋由美。入念なボディチェック、さあ赤コーナー全日本女子プロレス高橋由美です。青コーナー、方針会主婦125パーン、
165cm 60kg 高田由衣子空手家。さあ丁寧にお辞儀をいたしました高橋由美。さあ第1ラウンド今スタート。さあ永井さん、はい、ポイントはどのあたりになりますか。高田由衣子選手はこれがプロデビュー戦になるみたいなので、はい、どういう試合をするのかね、まあ、見てる方はもちろん高田選手も分かんないでしょうから、はい、探り合いかと思ったんですけどね、いきなり行ってますんで、はい、打撃とレスリングの戦いになるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね、はい、さあ首を取りに行ったのか仕掛けていっているのは永井さん。これは高田が高橋選手が今倒そうとしてるんですよね。ああなるほど、はい、さあ両サイドからのパンチ攻撃なんとかグラウンドに引っ張り込みたい。投げに行きますがここはこらえている高田。高橋選手離れてやっぱ打撃に行きたいんでしょうね。お投げに行った。さあグラウンドの展開となる高橋ここからどうするか。上からコツコツとパンチを繰り出してまいります。さあ再び立ち上がるのか膝を合わせていく両選手。今度はどうか首を取っている高橋です。2人ともかなり下半身強そうですね。強そうですね、なかなか倒れません。投げを狙います高橋。それをこらえている高田。5分3ラウンド制です。さあ膝を出します。高橋膝を出していく。頭をつけている高田。さあどうかどのあたりが一つポイントとなってくるのか。頭をつけている高田。さあ一旦ブレイク。永井さんその高田の打撃ですよね、どういったものを見せてくる。おしかし今右の細かいの小さいのでしたけどね、10番ありましたね。そうですね、さあ前に出ます高橋が前に出る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 ぞ。さあ高橋がラッシュ。また首に巻いて投げに行く。投げに行った。ちょっと総合2戦目ですけど落ち着いてますね、落ち着いてますね、はい、2戦目とは思えませんその落ち着き、やっぱこの体勢ででも立たれるのはまだあのグラウンドに持っていってからの技術が少し、この状態にはね来るんですけどここからですね、はい、はい、ここからなんとかもう一つグラウンドに引っ張り込みたいところです。この高橋どうしても左にね逃げられてしまうので、はい、そうですね、ここ逃がさないようにしないとあの同じ展開ずっと繰り返すことになると思うんですけど、さあ押し込んでいきます。高田が押し込んでいった。ロープ際の攻防となっています。膝を出していく。これをなんとかブロック高橋。ロープ際の攻防です。法進会所属、全国空手道選手権優勝、平成10年にありますこの高田由衣子、今日が総合デビュー戦と聞いておりますが、さあ再び突撃での攻防。右これで右が入る。組んでいきます。頭をつけていくのが高田。今いいパンチが高田のパンチがありましたね。高田選手は細かいパンチ特に右ですけど、いいもの持ってますよね、はい、で高橋選手はまっすぐ出てくるので、当てやすいんでしょうね。なるほどなるほど。もうちょっとこう振ってくるとまた当たるのも大変なんでしょうけど、はい、まっすぐこう来るので、ただ高橋選手はねもうまっすぐ行っててもとにかく組んでっていうのが作戦なんでしょうから、なるほどね、今のところは成功してると思いますけど、投げに行くんですがその次が出ません。今グラウンドで右をね少しいいのをもらってしまいました。そうですね、さあラスト1分という声がかかりました。5分3ラウンド制第1ラウンド、頭をつけている。膝を出していく高橋。膝が入りますが少し浅いか。下から突き上げるように高橋でやります。ニュートラルコーナーサイド、頭をつけて
高田、プレッシャーをかけていきます。上から首を取るか、上から首を取る。さあネックロックの体勢に入る。ラスト3秒、さあ残り30秒、ここで決めることができるか。若干高いですかね。引っ張り込んだ、ね、さあ引っ張り込んでどうか。首を取る、首を取る、やや浅いか、うん、どうだ。高田選手強いですね、かなり入ってると思うんですけど。そうですね、あ抜けました。さあ残り時間がもう少なくなってまいりました。第1ラウンド、なかなか立たせないですね、はい、立たせると思ってます。さあ第1ラウンドですが、この攻防をご覧になってどうですか。試合中も、ね、ちょっと言いましたけども、はい、高橋選手が若干まっすぐ、うん、出ていくのが気になるのと、あとは高田選手が、まあ、パンチ入れてからね、はい、うまく距離が取れてないかなっていう気はしますけど、うん、まあ、一番最初に言いましたけど、お互い情報があまりないと思うので、はい、ま、探り合いという部分、むしろ第2ラウンド以降がね、本人たちの、はい、自分たちの作戦を作って試合に臨むような形になっていくと思うんですけども、うん、そうですね。さあこちら高橋、全日本女子プロレス所属。いやでも2人ともさっき組んでる時もね、はい、コーナーに詰まった時も息あんまり切れてなかったんで、スタミナ自体も問題なさそうですから、そうですね、第2ラウンドからねちょっと激しくなりそうですね。うん、さあ注目しましょう。第2ラウンドに入ります。前に出ます高橋。あカウンター狙うか、右強烈な右だ、強烈な右、投げに行くか、もう一度投げに行く。このラウンドも投げに行きました。上になりました高橋。高橋選手はこの状態からどう仕留めるかですね。そうですね、さあマウントを取りました。高橋マウント取った、ね、はい、さあ上からのパンチ攻撃だ、上からのパンチ。さあラッシュするボディ、そして上へ。さあ腕を取るのか、うん、顔面へのパンチ攻撃だ。下から相手の手首を掴んでいます高田。マウントの体勢、いい体勢になりました高橋。ここはじっくり行きたいですね。ルールが、はい、ドントムーブないということなので、あ十字だ、逆十字。さあこれはどうだ、どうだ、どうだ、さあどうでしょう。テープロン上決めたいですけどね。そうですね、決めきれないとブレークになってしまうんでね。あ決まりましたか。決まりましたね、決まりましたね、はい。あ逆十字でタップを奪いました。あ嬉しそうだ。若干浅いかなという感じもしたんですがね、うまくマウント取ってからは練習通りだったんでしょうね。あなるほどね、うん、なかなか第1ラウンドはマウント取れなかったですけども、マウント取ってからはそれ狙っていたと思うんですよね、はいはい、うまい形で入ったと思います。そうですね、最後はエプロンに体を出しておりましたが、うまくテコの応用で相手からギブアップを奪いました。格闘技戦2戦目にして初勝利、高橋由美、これは嬉しいでしょう。まあ、永井さん、これは大きな自信になりそうですね、本人にとって。そうですね、初めての総合格闘技戦も善戦したんですけどね、はい、やっぱり勝つというのは自信になると思いますよ。そうですね、はい、見事この空手家高田由衣からタップを奪いました。高田選手もいい選手になりそうな素材は見えましたね、はいはい、またぜひこのリングに上がってほしいところです。第2試合格闘技戦、高橋由衣勝利を収めています。はい、数字に行った瞬間、ああもうこれ決まりだっていうのはありました。もう決めなきゃと思いました。最後は今日タップしたの、ちょっとタップポキって音が聞こえて、はい、ちょっと、もう勝たないとダメだと思ってたので、もう勝つ気で戦場にいて、格闘技やりたいにしてもプロレスやりにしてもやっぱ戦場が一番だと思います。みんなそう思ってると思う。自分もまだ入って少しだけど、全然誇りを持ってこれからもやっていきたいです。こちら格闘技の方でやってみたいアイデアもあります。まだ全然わからない、まだ全然よ、そんな技術もないし、気持ちだけなんで、
と技術を磨いたら、いろんな選手とやりたいです。横浜文化体育館から中継でお送りしております。その中を入ってまいりましたサソリです。ゆっくりと左手にチェーン携えながら入ってまいりましたサソリ。ゆっくりした足取りで極悪同盟サソリです。まずはリングインサソリ。怪我も癒えました渡辺智子、満面笑み。さあ今日はどんなファイトを見せてくれるんでしょう。実力キャリア申し分ありません。赤コーナー渡辺智子です。本日の第3試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー極悪同盟125冠さあてぶてしい表情のこのサソリ。表情豊かにこの渡辺智子。さあ30分一本勝負サソリと渡辺の対戦となりました。非常に色鮮やかなコスチューム渡辺智子、そしてサソリ。さあ永井さん、この一戦の見どころなんですがね、はい、どのあたりになりますか。まあ、まず渡辺選手はね、はい、復帰して2月で、少しずつと状態が戻ってきていると思うんですけど、はい、どのぐらい戻っているのかというのはね、一つ見どころだと思います。それからサソリ選手はね、はい、1月の下旬から総帥ダンプ松本選手がいなくなりましたので、はい、極悪同盟としてはね、ちょっと一人で活躍しなきゃいけないというところで、大変ですけどもね、はい、ここで、不甲斐ない試合をするわけにはいかないので、はい、そこも一つの見どころになるんじゃないでしょうか。永井さん的には極悪同盟サソリは今どういうふうに映ってますか。1週間後にね、はい、ちょっとリング上とは違うんですけども、はい、ボクシング女子ボクシングの試合決まってるんですよね。はあはあ、なるほど。まだ相手は調整中らしいんですけども、ずっと去年のもう今頃からですかね、はい、ずっとボクシングの練習をコツコツとやってきて、はい、やっと試合が決まったそうで、まあ、そっちの練習も、ね、ずっと続けてるようですけども、まあ、リングはリングでね、はい、極悪同盟としてちょっとした試合をね、はい、見せてくれるかなと思いますから。少しそのためのシェイプなんですかね。ずいぶん今年になってから、まあ絞られたというかね。それもあるでしょうね、もちろん。そういったスタミナ的なトレーニングもかなりやっているでしょうこのサソリ。そして今日はこの渡辺との対戦となっていますが、どうか。足を取りました左十字の体勢渡辺智子、アキレス腱決めていくか。さあ体勢を立て直しましたサソリです。ちょっとね、こうリングと違う話なんですけども、はい、まあ、もうちょっと言うとですね、年末もずっと練習してたそうで、はい、ボクシングは、ジムで高山義弘選手と、ね、たまたま一緒になったらしくて、顔面めがけて右ストレートを放ったらボディーブローになってしまったとかね、はい、いう話もあるらしいんですけど、まあ、本当に一生懸命練習はしているようで、はい、本人ジムの人もね、かなり技術が向上していると言ってましたんで。あ、そうですか、はい。まあ、元来サソリ自体はですね、格闘技志向の非常に強い選手ですよね。前田明に憧れましてこの世界に入ってまいりましたサソリであります。さあそしてキルチンドロップ、一発一発の破壊力、これは凄まじい渡辺智子です。さあ今度は足を取って逆片指固めの体勢に入りました。
もう渡辺の方は動きはもう問題ないですね。まあ、あの今後なんですけども、はい、ちょうどあの前回の後楽園大会のメイン終了後ですね、ちょっとその七重と何かありましたね。いやもうあの選手会長は大変だなと、もうこういう事件があると思いますけどね、はい、それでもまあ渡辺選手もねデビュー15周年ですしね、今年は、はい、レスラーとして、少しずつコンディションを戻して、夏過ぎぐらいにはねピーク持ってきてくれればと思うんですけど、そうですね、はい、そういった意味でいろんな面大変な部分がたくさんあります。この渡辺智子、しかしリング上上がってしまえばもうあとは叩き潰すしかありません。さあ今日の相手はこのサソリ、やっぱプロレスラーはあの選手会長とかねいろいろあっても、はい、リングに上がれば自分が主役になりたいと思うのが当然ですからね、そうですよね、渡辺選手も、はいはい、さあその中で今日はどんな渡辺智子を見せてくれるんでしょうか。リングのほぼ中央のあたりキャメルクラッチに取っているこのキャリア15年の渡辺智子です。対するサソリ、女子ボクシングの試合も決まったと聞きました。もちろん本業プロレスでもいいところを見せておきたいところ。極悪同盟はあのダンプ選手が2月3月と舞台なんですよね、はい、はあ、そうだったんですか、新宿と大阪で、瀬川栄子さんとかとねやってるそうなんですけど、3月の終わりまでちょっとリングに戻ってこないみたいなので、興奮奮闘が続きますけど、サソリ選手はなるほど、ボクシングもありとね結構大変だと思うんですけども、ね、はい、まあ、新聞市場ではおそらくダンプ松本もチェックするでしょうから、そうですね、もちろん、はい、ここはいいところを見せておきたいところ。さあボディへのパンチ攻撃、おお、この辺りもボクシングの技術か。さあそして足を引っ張り込んでその上に、あ、体重を乗せるようにギロチンドロップ、もう一発持っていきました。さあソリです。さあもう一発繰り返すこと3回、その足を取ってステップオーバーしました。肩逆エビ、腰を十分に落としますサソリです。おふく前進をしていきます。さあもう少しだ、今度はダブルレッグロックに取っている、さらに一段と締め上げていくが渡辺智子どうか、どうか、ここであともう少し、あともう少し、ポケットの中には凶器を忍ばせているのか、フォークみたいな、そうですね、さあロープブレイク、そこに噛みつきを見せましたサソリです。さあ場外へと戦場を移した。さあそして今度は客席へと入っていきます。体力的にこの勝っているこの渡辺智子をまず投げていきましたサソリです。さあそしてさらに奥へ奥へと進んでいきます。体育館の奥、その壁めがけてドスンという鈍い音がいたしました。さあサソリは悠然と戻ってきました。まあ、この後どう試合を作っていくかですよね。そうですね、まあ、場外も単発で終わっちゃいましたからね、さあ渡辺智子体勢を立て直しまして先にリングに入りましたサソリ、渡辺を待ち受けます。ようやく戻ってきました渡辺智子、ちょっとこうサソリ選手は場外単発にするのはあまりいい特策ではない、いいことではないですよね。もう連れてったんだったら徹底的にやる方が自分のペース作りやすいと思うんですけども、ね、こうやって待ってしまうとね、はい、またあのリスタートになっちゃうので、確かにそうですよね。もっとガン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 攻め込んでほしいところ。さあこの辺りのインサイドワークはさすが渡辺智子です。中に入りと見せかけて、さあ今度はどうか、網の体勢、さあ突っ込んでいったサソリ、おお、霧を吹いた、霧を吹きました。これは予想だにできなかったか、投げに行く。さあそして膝を落としていった、畳み込みたいですよねサソリは。そうですね、はい、
こういう、まあ、チェーンにしろ、ケープにしろ、はい、まあ、あの水服にしろ、はい、ちょっと単発になってしまうと、うん、視野がつながってこないですよね。そうですね。さあここは一気呵成に攻め込みたいところ、極悪同盟サソリです。さあそして顔面への踏みつけ攻撃を見せます。サソリ単発にならないようにどん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 攻め込んでほしいところ。相手は実力者渡辺智子。今度はどうだ、ロープの反動にしてさあ抑える。カウントは2カウント。一瞬にして形勢逆転、ドラゴンスクリュー。足が痛い。さあそして今度はどうだ、足4の字固め、リングの中央で決めました。足4の字固め。渡辺選手は随分勘が戻ってきてるのか、はい、こう流れるようなね、今の攻撃でも4の字はきちんとリングの中央ですしね、はい、首をこうかばうような素振りもないですし、かなりコンディション戻ってきてるみたいですね。そうですね、はい、この辺りの畳み込み方はさすがです、渡辺智子。まあ、しかしキャリア15年ともなりますと全身はもうボロボロでしょうね。特に首と、まあ、膝はずっと悪かったですけどね、怪我をして復帰して、はい、まあ、こんな短い時間でね、言うのもあれですけど、渡辺選手はかなりこう一回り大きくなったような、気がしますよ ね、 あ、なるほどね。試合の運び方とか見てても、はい、こうプロレスをやってる喜びというか、そういうのを感じるような気もするんですけど。なるほど、それは精神的余裕と見ていいんですか。余裕というか成長なんじゃないですかね。あ、デビュー15周年にしてまた一つ成長を遂げているこの渡辺智子。サソリを起こして今度は対角線に飛ばしていく、そして突っ込んでいく。ああ、これうまく避けた。投げに行きます、ブレンバスターホールド。しかしカウントは2。攻守逆転するか、落としていく。さあ再び今度は場外に、場外に戦場が移りそうだ。飛び込んでいった、エルボーを打って出ました。向こう正面ダウンをしています。この渡辺智子に対しまして髪の毛をムンズと掴んだこのサソリ。さあそして今度はどうする。さあ鉄柵にぶつけていく、ものすごい音。まあ、場外がいいというわけではないんですけど、はい、ここはもう自分のペースなんですからね、どん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 攻撃を仕掛けて、この仕留めるぐらいの勢いでね、はい、攻めるべきじゃないかと思うんですけど、やるんであれば徹底的にやってほしいが、やられてしまう。逆に今度は渡辺智子、軽量のこのサソリが吹っ飛んでしまいました。さあ渡辺はまだリングには戻りません。追います。やられたら3倍返していく、それぐらいの心意気か。中に入れまして渡辺智子、今度はトップロープを伺いそうだ。上がった、ここでどうか、フェイスクラッシャー。表から、そしてカバーです。カウントは2、カウントは2カウント。やはり単発になってしまいますよね。そうですね、まあ、場外にしても鉄則1回決めてもね、2つ目ひっくり返されるとか、はい、そういうところの単発単発の攻撃が一進一退っていう感じでもないんですよね。うん、全体的にこう渡辺選手のペースで進んでる気がしますけどね。そうですね、そんな気がしますね。攻守は逆転することはあるんですが、ペースはこの渡辺が握っています。バックを取る、膝を当てる、ロープの反動にして投げに行く、ラリアット。トップロープに上がりますが、さあどうだ、いやー来た、これでどうだ、体重を浴びせて、しかし足がロープ、なんとか足をかけましたサソリ。もう勝利は確信したかのような渡辺、ラリアット至近距離から打っていく、どうだどうか、カウントは2です、カウント2カウント。
さあこれで終わりだという言葉でここで出すか、出していった、これは厳しい、これでダメか、おお、よく返した、カウントは2、永井さんよく返しましたね。そうですね、かなり厳しい角度でしたけどね。そうですね、もう一発お見舞いか、この体勢から強引に持っていく、横から入る、どうだどうか、おっとカウント2、ちょっとびっくりした表情、そしてもう一度この体勢からどうだ、いやカウント2、買い上げた、これを切り返す正面ラリアット、ここでカウント2、よく頑張っていますサソリ、もう一度出していった、これも厳しい角度で決まった、これでどうか、渡辺智子の勝ちです。永井さん、終わってみれば終始ペースを握っていた渡辺が、完璧な勝利と言ってもいいかもしれません、4月以降はね、全日本女子プロレスという団体にとって渡辺選手実はキーマンじゃないかなと僕は思ってるんですけども、はい、能見選手が抜けてね、はい、この団体の本当に支えになっているところがあると思うので、渡辺選手は、はい、リングでもね、調子を上げて活躍してくれればまた面白くなってくるんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、そういう意味で非常に期待されますこの渡辺智子の存在です。本日の第3試合、渡辺智子サソリを完璧な形で下しました。全日本女子プロレス横浜決戦前半戦が終了しております。さて永井さん、はい、改めてですね、はい、前半戦を振り返っていただきたいんですけれども、はい、どんな心象を持たれましたか。高橋選手がね、はい、総合格闘技で、2戦目でいきなり初勝利というのはね、これからすごい期待できますし、はい、内容も良かったですからね。そうですね、はい、特に印象に残った高橋のですね、いい部分をまずちょっと挙げていただきたいんですよね。高田選手もね、はい、そうでしたけども非常に下半身が強いなという印象ですね、はいはい、足腰が強いのとあとはスタミナあるなという印象がありましたんで、プロレスに生かしていけばね、いい形で成長していくんじゃないかなと思いますけど、ね、そうですね、格闘家にとってこの足腰がいいというのは大きな武器になると思いますね。いや財産ですよ、浜口ジムでね、はい、2年間みっちり基礎をやってきてるっていうのは、試合の随所に感じられましたね。そうですね、はい、さあこの後ですね、いよいよ後半戦に入っていくんですけれども、はい、今日はメインでは先ほどちょっと触れていただきました、はい、タッグの選手権試合があります、はい、そしてその前にですね、アメージングコングとヒカルという一戦がありますね。そうですね、楽しみな一戦ですよね、はい、アメージングコング選手は今チャンピオンですから、はい、今回はね、タイトルマッチ組まれても良かったと思うんですけども、あえてヒカル選手っていうマッチメイクになりましたんで、はい、どんな試合をするかね、これは本当側にとって大きな試合になると思いますよ。そうですね、はい、特にヒカルがですね、ここに来て非常にその精神的にタフになったなというような気がするんですね。関係者の方と話してもね、本当に口揃えたように言うのは、強くなった強くなったと、ハートが強くなったと言いますんでね、はい、チャンピオンとシングルやる機会はなかなかないですから、はい、どんな試合をするか楽しみですね。そうですね、はい、さあそしてメインでですね、また改めてちょっと触れていただきたいんですが、浜田彩子、はい、これはもう本当にベルトコレクターとも言っていいんじゃないかと。そうですね、今ベルトだらけですね、僕も全部見てもちょっとどれがどれだか分かんないぐらいの感じになってますけどね、はい、今日のこの一戦やはりキーウーマンとなるのはこの浜田と、そして挑戦者サイドからすると前村になるんですか。多分高橋選手と前川選手はね、熱くなると思うので、はい、コントロールをうまくしないと試合が本当にバラバラになってしまうのでね、タッグチームとして成立した方が勝つんじゃないでしょうか。なるほどね、はい、さあそういった意味で非常に注目されます後半戦、まもなくです。非常に成長著しい光、今日はノンタイトル戦ですがシングルのチャンピオンと一騎打ち。3WA 世界シングルチャンピオンのアメージングコング、今年の1月4日待望のベルトダッシュダッシュしてきた。いやー、来た来た来た、アメージングコング来たぞ。それを投げる、さあもう試合が始まったかのようにいきなり突っかけていきました。アメージングコングに対しまして冷静でした。
いや永井さん、はい、うまくこの冷静に対処しましたね。うん、そうですね、なんかいきなりスピーディーな展開になっちゃって、さあ今ゴング鳴った。うわーすごい、もう剛腕であります、このアメージングコング。いやしかし永井さん、このアメージングコングキャリアがまだ1年強とは思えませんよね、この成長度は。そうですね、もう1年4ヶ月ぐらいですかね。はい、で外国人選手で 3WA 巻くのは21年ぶりぐらいなんですかね。あーそうかそうか、そうなりますね。ラージギャラクティカっていう選手以来ですからね、快挙のオンパレードなんですけど、まだまだ成長してますからね。本当ですよね、どこまで進化を遂げるんでしょうこのアメージングコング。おお、そして会場の外へと投げつけていきました。いやすごいっすね、すごいですね、どこまで進んでいくんでしょうか。さあそして光も真っ向勝負だ、それをもう真っ向から受け止めている。100キロありますこのアメージングコング。あの今年1月4日にベルト取りましたよね、はい、でその後アメリカ帰ったんですよ、はい、でハワイ経由で帰ったんですけどね、はい、あのトラブルあってハワイの空港で1日半ぐらい足止めされたんです。ああそうだったんですか。でね、もう今年はなんだと、はい、かなり怒ってるというので、はい、光選手ぶつけられてる可能性あります。ああこれは困りますね。あの来日した時も、はい、あの家にも戻らずに、はい、そのまま千葉の東金大会に直行したらしくて、ほうほう、あのチャンピオンはね、はい、大変なんで、はい、あの試合でフラストレーション全部ぶつけてるかもしれないですね。いや今日はそれは光は大変だぞ。さあそういった意味で光る、それを全身全霊でこれ受け止めて、そして勝ちを奪っていきたいところですが、今のところペースはアメージングコングのペース、175センチ100キロ。何か永井さんね、はい、一回り大きくなったようにも見えるんですがね、このアメージングコングがですね、あの光選手も大きくなってると思いますね、はい、あの去年からの一連 の, あの前川選手の構想の流れで、はい、本当に精神的な成長あると思いますし、そうですよね、アメージングコング選手はねベルト取ってまた一回り大きくなってるでしょうし、結構楽しみなカードなんですよね。そうですね、あのタイトルマッチとしてもおかしくないカードですよね。まあ、それは今日の試合内容次第じゃないでしょうか。なるほど、はい、さあそういった意味ではこれ非常に光にとっては大事な一戦となりますが、さあ我々の放送席のすぐ後ろ、片手で持っていきますこのアメージングコング。しかし永井さん、ここまでのパワーが多さ、あいやいや来ますよ来ますよ、我々の放送席来た来た来た、光がうとととと、大変だ大変だ、今日は我々も必死です、我々の必死。永井さん大丈夫ですか。今日、我々も今日は災難続けでありましてですね、今椅子に投げた後に、はい、解説席見たんですよ、ちらって、あ来るななんて思ってます、はい、本当に、いやいやいや我々も必死です。いや本当にこのフラストレーションをですね、この光にぶつけてますね、そんな気がしますね。今年は、はい、アメージングコング選手にとっては非常にこう重要な1年になるらしく、ほうほう、まあ、お正月はねそういうなんかフライトの関係でドタバタしたのもあるんですけど、今年はね年末に3ヶ月ぐらい、はい、アメリカに戻って、はい、みっちり総合格闘技の練習する計画があるんですって。ああそうですか。で来年は本格的に総合もやるというような話もあるそうで、なるほど、チャンピオンがね、はい、チャンピオンのまま1年過ごせば、はい、3ヶ月ぐらい全場のマットを留守にすることもあるでしょうし、はい、あの大阪さん、そういう意味、はい、これだけの力ある選手がね総合やったらどうなるのかっていう興味もありますしね、これも見てみたいですね、今年はあの本当に重要な1年になるんじゃないでしょうかね。ほう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 、まあ、全日本女子プロレス総合格闘技の方にも進出しておりますので、そういった意味で全場を代表してまた出ていくなんてこともあり得るかもしれませんが、アメージングコング、で本当に、ね、そういう計画がある以上、全場の選手は早くやっぱベルボトを取り戻さなきゃいけないですし、はい、光選手もまだ若手だからって言ってる猶予はあんまりないんですよね。そうですね、どんどん成長して早くベルト取り返す力を持ってね、はい、欲しいんですけどね。そうですね。さあ同時目スリーパーに入っている、同時目スリーパーに入りましたアメージングコング。さあ光はなんとかロープに逃げたいところ、
マイカーとの何度とないこの死闘もありました。前回の後楽園大会でもとにかく精神的なタフネスぶりも見せましたこのヒカルであります。試合開始から5分今経過しましたが非常に中身の濃い5分間、髪の毛を掴んでいくこのヒカルです。こういうチャンピオンとのシングルが急に組まれて、はい、気持ちでまず負けないっていうその気持ちの強さをつけたのはヒカル選手は大きいですよね。そうですよね、全然負けてないですからね、はい、一時は少しひるむ部分がありましたよね。そうですね、それが随分となくなってまいりましたヒカル。今日なんかもチャンピオンの方がね仕掛けてきたんですけど、入場と同時に、互角ですもんね。そうですね。さあ逆十字を狙っていきます。逆十字、さあブリッジをして体勢を入れ替えて半身の体勢上になった、上になりましたヒカル。おお、そして再び転がしていきますがロープブレイクです。まあ、明治コングのですねこの赤いベルトは前チャンピオンのですね、浜田綾子も当然のことながらリマッチを要求するでしょうし、まあ、実践してますね、これがまたいつ実現するのか。今度はチャンピオンです。追われる立場アメージングコング、なかなか次の挑戦者もね、はい、決まってませんし、3月なのか4月なのか防衛戦も分かんないですし ね、 そうですね。逆に言えばそういう決まってないのは他の選手からするとチャンスですからね。確かにね、光選手なんかここで金星を挙げれば、はい、チャンスあるでしょうしね。確かにそうなんですよね。ですから今日の一戦是が非でも一本取っておきたいところ。しかしそうはさせじと、さすがチャンピオンです。投げに行く、今耳をつかみましたか、どうですかね、髪の毛ですかね。まあ、とにかく激しい、こんなボブサップとも言われています、このアメージングコング。いやー、すごい逆水平だ。さあ、そして今度はコーナーに抑えた、片手で抑えに行きます、このアメージングコング。顔面かきむしり。光選手はまだ試合が進むと、はい、スタミナ切れなのか、ちょっとこう止まってしまうのが目立ちますよね。さあ腕をひねります。逆に腕殺し、これを持っていく光。脇固めを狙っていきます。脇固め、まだ体重の移動は不十分が体を回転させました。アメージングコングです。ロープの反動にしてドロップキックですが、効かないか。倒れません。まるで大木のように目がしっかりとリングに生えているかのように。しかしようやく3発目倒れました。速射砲です。ドロップキック放っていきます。そしてカバーをする、抑えるどうか。スリーパーでも、はい、何でも、自分に合った技でいいと思うんですけども、ヒカル選手はやっぱりこう自分が休めて相手にダメージを与えられる技、という技がやっぱり一つこれから上に行くためには必要ですね。あ、なるほどね。どうしてもこう打撃に頼ってしまうと、はい、自分もスタミナロスしてしまいますから、こういうところでこう自分のスタミナを回復しながら相手にダメージを与えるっていう技が一つ欲しいですよね。もちろん試合を決める得意技も必要なんですけども、はい、そういうことを研究していく必要があるかもしれませんね。あ、なるほどね。そういう意味ではそのグラウンドというここになるんですか。いや、向き不向きあると思うので、自分の中で、はい、これはこう自分に合ってるなという技でいいと思うんですけども、こういった技でもいいと思うんですよ。なるほどね、はい、フロントネックロックのような形で、はい、やるのもいいと思います。体大きいですからね。そうですね、はい、170センチありますヒカル。さあ首を取りまして、フロントからのネックロックの体勢、寝かせてしまえば大きさは関係ありません。体大きいので、はい、こういう密着した状態で上になられると、はい、やられた相手はかなり苦しいはずなんですよ。なるほど。こういう技は体格生かしてね、はい、有効に使っていけばいいんじゃないかなと思うんですけど。なるほどね。さあ逆に今度は切り返していきます。アメージングコング、体勢を入れ替えました。さあそして密着してここからどうするか。アメージングコングが上から覆いかぶさるように持っていきます。こうなりますと体格差が生きてくる。上になりましたアメージングコング、体を振って、さあロープに近づいてまいりました光です。
光はどうか、光はどうか、アームロック狙ってますね、狙いますね、腕を狙います、腕を狙いますが、体重の移動も実にうまいアメージングコング。さあそして上からのパンチ攻撃、そして今度は足、ももの付け根あたり、あ、体重を落としていく、こういうグラウンドで足取ったり、さっきのように細かくこう腕を狙ったりっていうのは、はい、1年前には見れなかったところなのでね。そうですよね、アメージングコング選手もすごいスピードで成長してますね。レッグロックの体勢、古典的な技ですが、十分にこれでギブアップも奪います。さあ厳しい攻め、厳しい攻めです。日々進化を遂げている両選手、髪の毛を掴んだ、表から投げに行くブレッドスター、大きな技を見せていきました。さあ今度は、あ、殺されました、非常に厳しい、おーおーおーおお、リングの中央ペディグリー。さあそしてカバー、抑える、殺人フルコース、カウントは2、トップロープに上がりますか。ここでさあ起死回生の一発が欲しい、あ、しかしもうまるで突きっては投げ、トップロープの上に上がる、うまく避けた、バックを、ただ投げた、もう一度、角度的には不十分でありましたが、精神的な揺さぶりにもなるでしょう。セカンドロープの上に上がる、光るコール、気絶して光るコール、今度はセカンドロープの上、光る正面から行きます。ここは正気と見たか、光るが行く、光るが打つ、そして抑える、カウントは2。これもう一つ大技があると、そうですね、もう一つ欲しいんですけどね、はい、お、うん、投げ切れず、あ、カウンターになった、横殴りでしたね。そうですよね、多分さっき狙ったあの技も、はい、多分試合の序盤だったら決まったと思うんですけども、やっぱりこう試合が進むにつれて体力ロスしてますよね。そうですね、バックブローは空を切る、その間に一発かましていく、スピア、いいスピアを見せる、カバーです、カウントは2。やっぱりこうやって見てるだけでも荒削りだし、例えばスピアから何かにつなぐとか、はい、そういうあの伸びしろが感じられますよね。そうですね、まだこう良くなってくるんじゃないかなっていう、ブロックバスターを見せる、さっき失敗した技でもこうやって、成功させるあたりは、はい、あの精神的に強くなってる証拠ですね。そうですね、確かにね、3発目、これは少し崩れましたがどうか、強引に抑えに行きます、カウントは2カウント、彼への声援、あ、バックブロー、これは完璧に捉えました、鈍い音、今の一発は効きましたね。効いてますね。あー、これは厳しい、厳しい一発、よく返した、これにはびっくりアメージングコング、よく返しました。ここからチャンピオンの畳みかけが見れるんじゃないですかね。そうですね、さあここからどうする、正面からいった、至近距離から打って出る、あ、よく返しました、無意識のうちに返していったかもしれません。お、これは横殴り、ジャブ切りに出して、そして横殴りに持っていきました。今度は場外です、再び場外戦、ゆっくりゆっくり進んでいって、
またしても客席へと入っていった。自分のペース、アメージングコング、ペースをつかむか。会場全体を使います。チャンピオンアメージングコング、ちょっといたぶり始めましたかね。そうですね。さあ、そして舞台へと進んでいく。首を掴んで光を強引に立ち上がらせました。会場の後ろ、どこまで行くんでしょう。あの2月3日の後楽園でね、高橋選手と前川選手の、まあ、因縁があった試合にアメージングコング選手もいましたよね。いや、いました、いました。あの時のことも頭にもしかしたらあって、あ、少しこう痛い思いさせてやろうっていうのがあるのかもしれないですね。なるほどね。さあ、カメラマンを追うのもこれ大変だ。会場の奥です。どこに行ってしまったんでしょうか、両選手。場外のさらに奥ですもんね。奥ですね。カメラなかなかこれ追い切れません。裏から行くとステージの上に行けるんですよね。あ、ステージから出てくるなんてことあるかもしれませんね、これね。来ましたか。あ、来ましたね、ステージです。場所今度ステージに変えました、アメージングコング。光は大の字です。光は大の字。しかし永井さん、この場所でもこれ投げ技なんてことになりました。もう大変ですよね、これね、はい、かなりスタミナロスしてますからね。強引に投げつける。いや、はや、すさまじいパワーです。なんか狙ってますかね。なんか狙いますよね、これ。さあ、狙いを定めていった。おー、危ない。こんなことをしでかすんです、この選手は。やりたいことですよ、もう。本当ですよね。ただ、チャンピオンシップで浜田選手がベルト取った時の試合は、下手なこと言うと、今日本語、ね、日本語の勉強してるんですよ、ね、そうなんですよ。週1回日本語の勉強してるんだね。ですからね、我々のこれ会話もですね、下手なこと言うと来ますんでね、向かって。おー、そして今度は、いやー、机の中に入れる。あのタイトルマッチでね、はい、ケチがつきましたんで、実力をこう見せつけてやろうというのも、あるかもしれませんしね。うん、そうですね。さあ、場外でようやく息を吹き返してまいりました光。その光るコールに後押しをされるようにようやく立ち上がりました。かなりダメージはこれ深そうですね。そうですね。だから光選手はこれ逆にチャンス考えなきゃいけないと思うんですよね。とどめさせるようなタイミングを場外戦に持ってきましたから、はい、隙がね、当然あるでしょうから、その隙をつけるようだと面白いんですけどね。なるほど。舌なめずりして待っていて、すごいですね。久しぶりに見ましたね、こう文字通りの野獣ですね、ビーストという感じがしますね。もういつでも来いよと、いつでもいらっしゃいと身構えております、このアメージングコング。ようやく戻ってまいりました光。まだ目の輝きは失っておりません、光。中に入って、さあ、この机を使っていくのか。そしてこれ、ここに寝かすんでしょうかね、永井さん。どうするんですかね。上げて、うわ、もうこれ今折れましたね。もう折れてますね。もう折れてますよ。そしてここで圧殺するのか。危ない、危ない。これはやめてくれ。光が危ない。トップロープに上がる。100キロが圧殺。危ない。だ、折れました。光選手チャンスですよね、この隙。ここでどうできた。カウントは2。畳みかけてね、ちょっと、はい、さあ、チャンス、チャンス、チャンス来た。しかし呼んでいたか。この辺りさすがチャンピオン、豪快に丸めた。膝十字、
さあこういった技はいいぞ。膝十字に取ります。正面からの膝攻撃、おお、そのまま落としていく。チャンスだったんですけどね。そうでしたね。十字なんかは特にチャンスだったんですけどね、場所が悪かったですね。はい、両腕を取って返すか。うわ、強引に逆十字、半ば強引に持っていきました。すごいですね、力づくで、逆に今度は左中、いや腕しに逆十字がため、逆十字に取ります。腕しぎ逆十字がため、しかし体を回転させました。アメージングコング強引に振りほどいていくパワーで、さあそして逆十字に取ります。腕しぎ逆十字、どうだ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 、ロープ、ね、よく逃げましたよ。逃げましたね、はい、バックブロー、あー勢いをつけておいて光るダウン、ここできた。これでどうだどうか、いや3つ効いた。前線及ばず、しかし永井さん、はい、このチャンピオン相手に20分以上戦ったという光は立派でしたね。ただ時間は この試合の場合は問題じゃないですよね。内容ですか。アメージングコング選手が試合を不必要に伸ばしたって考える方がこの試合妥当だと思いますから、光選手はやっぱりこう若干遊ばれたところもありますしね、アメージングコング選手がどこまで本気出したかといったら疑問なところもありますから、チャンピオンを追い込むまではいかなかったということですか。そうですね、付け攻撃を避けた後がチャンスだったんですけどね、勝てば次につながったと思うんですけど、はい、もう少しかかりますかね。なるほど、どうでしょう、まだタイトルに挑戦まではいきませんか。そうですね、ただこのままいけば、今日はいい内容を残したと思いますしね、はい、一つ課題があったらお聞かせいただけませんか。まあ、試合中も言いましたけどね、はい、やっぱりこう自分が休んで相手にダメージを与えられる技というのと、あとはフィニッシュにつなげられる自信のある技というのをきちんとこう身につけることが大事じゃないですかね。なるほどね、はい、それができた時にはベルトに手がかかる頃かもしれません。この一戦アメージングコングの勝利です。やっぱり自分の中ではもうエコングに勝つにはパワーもね負けてるし、何もかもが負けてるから仮説しかないと思ってたんですけどね。できちゃう、悔しいな。狙うならどこだったか。足、あの体みたいな足、膝十字がニアロープじゃなければ完全に近かった、そうですね。エコング対策用になんか練習してきてるかもしれないですね。そうですね、関節を特にやってたかな。あとは丸め込み絶対覚えてないですね。もう始まってボッタボッタだったじゃないですか。中距離横浜文化体育館っていうところね、非常に大きな会場でシングルマッチでセミファイナル、いいポジションを与えられたと思うんですけど、そこら辺の気はプレッシャーとかありましたね。やっぱりコロッと負けるわけにはいかないというか、あわよくばしたいなと思ってたんで、
っぱい、ここで作られてるじゃないですか、全然。その伝説の一つを作れたらなって思ってたんですけど。後楽園大会メイン終了後、会場に姿を現した堀田由美子。その堀田となんと共闘を誓った前川久美子。前川の陳中にトライするものは一体何か、その答えが今日出るような気がいたします。今日は選手権 3WA 世界タッグ選手権チャレンジャー前村前川組の入場です。前川との確執、今日も爆発か、高橋七重。しかし今日は選手権試合、冷静に事を運ばなくてはなりません。それには彩香の動き、その存在がポイントを握るかもしれません。チャンピオンチーム濱田彩香、高橋七重組、 3WA 世界タッグ選手権試合です。続きまして、チャンピオンベルトの変換でございます。ベルトが一時変換されました。 3WA 世界タッグ選手権試合、60分の3本勝負で行われます。そして初の世界挑戦、前村紗希。線をやや下に向けました前川久美子、今日はチャレンジャー。チャンピオンチーム、まず濱田彩香。同じく180パウンド、高橋七重。さあ、そして高橋七重、多くの紙テープが舞う中、 3WA 世界タッグ選手権試合です。さあ、いきなり突っかけていったのか。さあ、今ゴング鳴りました。この紙テープの中で行われました本日のメインイベント、 3WA 世界タッグ選手権試合、60分の3本勝負。永井さん、これ突っかけたのはどちらでした？濱田彩子選手が前村選手に一番最初に行ったんですよ。ああ、そうでしたか。チャンピオンから突っかけるってかなり珍しいと思うんですけど、ね、そうですよね。さあ、そして7位が行きますが、この紙テープがかなり邪魔をしております。いや、紙テープもしかしたら考えたかもしれないですよ。あ、高橋選手は全然絡まってませんからね。はーはー、絡まってるのは相手2人だけですから、作戦だったんですかね、考えたかもしれないですね。なるほどね、はい、さあ、そして7位が飛んでいきますが、おっと、同士打ち、時期尚早であったか。さあ、そして今度は前村が、前村が上から来た、前村紗希が飛んでいきました。前村と前川組、年末ではタックリーザベスト、うわー、すさまじい威力。そして向こう側では七重と、そしてこの前川、この2人確執がある、飛ばしていく、危ない、すさまじい、いやいやいや。そしてさあ、放送席か、
今日は何度となく狙われてしまいます。今日は何度となく狙われてしまいますが、いやー今日の分解は激しい。さあそして今度はどうかどうか、椅子を叩きつけていきました奈良江であります。戻ってきたか、戻るか戻るか。ここで今度はスープラトンの攻撃、場外でのラリアット、これはきつかったか。チャンピオンチーム奈良江とそして綾子、おお綾子はそしてその足で場外ダウンをしている前村に向かいましてドロップキック。さあそしてリング内に入れました。こちらの方はまだ場外戦続いています。確執があります。この2人の戦いだ。行くぞ行くぞ行くぞ、来た。いやー永井さん、またやっぱりやはりこうなってしまう、ある面予想はしてたんですがね。あの前川選手はこれ高橋選手に付き合いすぎると、はい、浜田彩子選手と、ね、前村選手はちょっと力の差がまだありますから、そうですよ、ね、タッグとしては厳しくなってしまいますね、はい、さあそして来た。おっと、もう激しい激しい分隊だ。さあそしてその間にいったいった。カウントは2カウントは2カウント。さあそしてこの状態からどうするか、綾子綾子綾子合体、しかし丸め込んでいく。こういった技ができるんです。前村2カウントは2カウントです。カウントは2。チャンピオンチームが、はい、あの高橋選手と前川選手の因縁をうまいこと使ってですね、はい、浜田選手と前村選手の1対1の状況を作ろうとしてたら、はい、作戦勝ちですよね。 AP クラス、ここでどうだ、来た。うーん、1本取ったチャンピオンチーム。これはチャンピオンの作戦だったら作戦勝ちですよね。いや2分10秒ですか。前川選手は今リングで1回も戦うことできないまま終わってしまいましたから、1本目が。いやしかし永井さん、これはチャレンジャーチームにとってはもう非常に厳しい展開になりましたね。前川選手か高橋選手か、まあ、どちらかなんでしょうけど、前川選手はとりあえず気持ちを切り替えないと、はい、ベルトを取るっていう目的にはね、はい、繋がらないですね。そうですね、逆に非常に精神的有利に立ちましたチャンピオンチームであります。1本目なんと2分10秒という非常に短い時間でチャンピオン、まずは綾子が前村から1本取ったわけであります。さあ2本目に入っている前村がどこまで食いつくことができるか。エルボーを打っていきますが、あえて受け止めているのか。浜田綾子ドロップキック、しかし倒れません。こう打つんだと言わんばかりのドロップキック、バネがあります。前村選手は今、はい、全日本シングルと全日本タッグで、はい、実は2冠王で、はい、3AA のタッグを取るとですね、はい、一応その3本同時に巻くのは初めてなんですよ。あ、かつていませんか。そのいませんね。というか全日本の選手が、はい、世界タッグに挑戦するっていうのは普通ないですからね。あ、確かに。でもそれ言えますよね。その3本を同時に持った選手はいないはずなんですけどね。これは長い歴史35年の中で一つ金字塔になりますね。できればね、まあ、あのもしいたら僕の調べ間違いなんで申し訳ないんですけど、いないはずなんですよね。なるほどね、はい、さあそういった金字塔を立てることにもなりますんで、本当の大抜擢ですよね。おお激しい蹴り、そしてこの形相だ。おお、うわ、気の強さでは定評がありますこの両選手であります。前村がどこまで頑張れるか、そこにかかってくるかもしれません。前村選手と前川選手のチームは、はい、去年のタッグリーグザベストにも出てますけど、ね、あの12月7日の後楽園大会では、前村選手が、はい、アメージングコング選手からフォール取ってるんです。あ、そうでしたよね。なんであのタッグチームとしては潜在能力あるんじゃないかなと思って見てるんですが、うんうんうん、やはりいかに連携を駆使するかという部分になるんですか。うん、あのその試合にあってこの試合にないもの、このその試合になってこの試合にあるものっていうのは、うんうん、高橋選手と前川選手の遺恨だと思うんですよ。はい、で1本目はねうまい形でチャンピオンがそれを使ったような気がするので、はい、早く切り替えられれば、うん、あのチャンスが出てくるんじゃないかなとも思うんですけど、ね、なるほどね、はい、それを出させないうちに、出さないうちにチャンピオンチームは一気にストレート勝ちを狙っていきたいところ。
今日が初防衛戦です。前川選手は全く出させてもらえないですね。そうですね、出ませんね。まだ一度もリング内では登場しておりません。これは一つ作戦であるのか。コーナーに控える、そして劇を飛ばす前川久美子です。ニーリフト下から突き上げるように持っていく高橋七重。前村選手はあの光選手とも、ね、シングルでこの間勝ったばっかりですけども、はい、2対1ではちょっと分が悪いですね。そうですよね。なんとか逆の流れを作りたいところ。さあカナディアンバックブリーカー揺らします。背骨がきしむ。そしてどうか、そのまま投げつけていきました。チャンピオン高橋七重、第119代 3WA の世界タッグチャンピオンチーム、抑え込んでいく。そして今度はどうか。あー、ボストンクラブの体勢。いやー厳しい、これは厳しい。ほぼ一方的に今チャンピオンチームのペース。まずなんとかコーナーにいる前川にスイッチをしたいところ。前村咲希、前村選手これでギブアップと言った瞬間試合終わってしまいますね。そうなんですよね。ここはもう苦しくてもギブアップと声を、ギブアップという声を発するわけにはいきません。初の世界挑戦であります。さあ引っ張り込んでいく。そこに今度は綾子が進んでいきます。さあそしてセカンドロープに上がる王者チーム。七重が行くか。七重が来た。おお、思わず1回転。軽量の前村吹っ飛んでしまいました。どうか抑えた。おお、さあそして今の一発も厳しい一発。さあ瞬時に丸め込んでいきますが、どうカウントワツ。ここで入った、初めてですね。はい、今日初めて入りましたリング内。さあ正式なタッチを受けて、どういう試合となるのか。この2人には確執があります。前回の後楽園大会タッグではありましたが激しい一戦、その前にはシングルもありました。とにかく激しい離婚がありますこの2人。さあインドから今度アウトロー。うわー激しい、こういった、うわーすごい、こういった蹴り技がありますこの 前川久美子。さあどうだ、かかと落とし、いった。さあそして足を畳んで今度は前村がボディープレス。さあそしてもう一丁と指示を出す前川、受けて前村が効くボディープレス。永井さん、こういったボディープレスはどうですか、どの程度ダメージがあるのかという部分なんですがね。あの余計なお世話かもしれないですけど、前村選手はね、はいはい、休めるところは休まないと、と思ってもいるんですが、休んでもいられないですね。なるほどね。さあ足4の字固め、攻め込んでいきます前川です。さあ今度は体勢立て直して、こうなりますと今度は七重の方が有利になります。さあそしてまた絞り上げていきます。激しい一戦となっています 3WA 世界卓球選手権試合。思いのほか、はい、2人とも冷静ですね。ですね、今のところ冷静に対処しています両選手。まあ、ベルトがかかっている試合ですし、はい、まあ、伝統のベルトですからね、ちょっと心配はしてたんですが、今のところ大丈夫ですね、冷静に対処両選手。チャレンジャーとして前川、チャンピオンとして高橋七重。さあ解きました。そして今度お激しい蹴りだ、激しいロープに送り出していって、あここは体当たりでかわしていきました。逆に今度は足4の字固め。さあそして今度は綾子が、ここはしっかりと冷静に対処、体勢を入れ替えました。綾子が行く、綾子、うわーすごい、これは的確にヒット。さあそしてここは今度は綾子が、綾子のいい攻撃、
連携では永井さんチャンピオンチームが今のところややそうですね、はい、チャンピオンチームのペースですね。そうですね、もう顔じゃないっていう感じで、本当に本当に、レッドシザースにも取ります。さあここで自分のコーナー引っ張り込んで、あくまでも冷静に冷静沈着に、すごいチャンピオンチームを冷静に運んでますね、試合を。まさに王道の試合運びとでも言いましょうか、非常にいい流れを作っています。さあここでどうか、前蹴りを放つ、そばっとを見せる、そして抑える、カウントは2。キャメルクラッチを狙いますが、永井さん、彩子のベルトは今5本ですか、5本か6本ですよね、ごめんなさい、勉強不足です、すいません。いやー、とにかく本当にもうベルトに対するこの執着というのは凄まじいものがあります。この濱田彩子、メキシコのベルトとアメリカのベルトを持って今日本で戦っているので、はい、防衛戦自体がね、なかなか組まれてないのがあるんですけど、はい、さあ今度はその彩子に対しまして、自分のコーナーで同時のスリーパーホールド。さあそしてそこに今度は前村咲が手を加えていきました。こういう攻撃が随所に見られるといいんですが、今日はチャレンジャーとして前村咲、先ほど話があったように現在2冠王、全日本シングル、全日本タッグ、その両タイトルを持っています。コーナーに控えている前村咲、さあここでスイッチします。上から振ってきますが、前村咲この中では最軽量、マイカーに指示を出して蹴りを放ってくださいと、おー DV 音、いい蹴りだ。さあもう一発、今度は7に対しまして蹴り、そしてリング上の激しい蹴りを放っていきます。そしてキャメルクラッチ、かなりの、おお、そして今度はフェイスロック、首をひねります。まあしかし永井さんね、はい、男子レスラーだってここまで反ればギブアップを取れると思うんですが、やはり女性ってのは柔らかいんですね。そうですね、あとは前村選手のウェイトが軽いのも浜田選手にはあの楽になっている要因ですよね。なるほど、それもあるかもしれませんね。辛いんですけどね、軽いですからね。あのここまでの試合展開を考えると、はい、浜田選手と前村選手が良き につけ悪しきにつけ、やっぱりポイントなんですね。はい、そうですね、はい、どこまで頑張りを見せるか前村咲、向こうが五冠六冠であれば私だって二冠王よという部分が随所に垣間見られます。さあ前村咲、あーっとドロップキック、強烈なドロップキックだ。さあそして場外ネット戦場を移しまして、この状態で場外戦が長くなると1本目と同じですからね。厳しいですよね、はい、前川選手がここに付き合いすぎるのは、はい、また来たまた来たまた来た。さあそして再び客席へと入ります。まあ永井さん、これはチャンピオンがあえてこう、自分の流れにですね、引き込んだような感じの場外戦でもありましたね。今あの前村選手がね、場外で濱田選手に椅子をガンガンやってたんですよね。で今前村選手は濱田選手に椅子ぶつけて今助けに行ってる。ほう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 、前川選手ね、ああ行きましたね。新たなこの作者の魅力がまた出てきたと言ってもいいんですがね。さあもう場外ではもうやり合っている、すごいすごい、お流血してますか、これは返り血ですかね、誰かが切ってますね。返り血か自らの血なのか、前村の流血か、それとも浜田の流血か。7位ご覧の表情、さあそしてそしてまた前川選手が切ったんですかね、前川ですかね。
七井がその輪の中に入ろうとしておりますが、浜田選手が自分の流血じゃないですか、ね、あ自分の血ですか、あ顔面が、あそうですね、額のあたり今流血の跡が見られました。さあそこにぶつけていきます。さあそして今度は椅子攻撃、場外戦となりまして、さあチャンピオンの浜田彩子、流血は浜田のようです。さあ中でやるか、リングの中で戦いがこれから行われようとしておりますが、まずはチャレンジャーチームが戻ってまいりました。前村のダメージが心配されますが、さあチャンピオンチーム戻ってきた。まず彩子が入る。今永井さん、試合の権利があるのはこの2人です。この2人ですか、はい、あのこの2人の状態で場外乱闘になったりするのは、はい、前川選手気をつけた方がいいですよね。 あえて分断を誘っていくような、そんな動きも見せますチャンピオンチーム。さあ前村がやや一方的にやられている。どこまで頑張れるか、チャンピオンチームのペースで試合が行われています。あ今度はコーナーへ、その間にアシストをして、あこれも厳しい攻めです。今度は七重が、まあ、永井さん、なかなか休む暇を与えませんね。そうですね、まあ、チャンピオンはストレートで決めたいでしょうからね、ここでどうか、おいい切り返しを見せました DDT です。そして今度は前蹴りを放っていく。さあ二段蹴りだ、フロンドの強化選手、この前川久美子を抑える。ロープに手が伸びる、サイドを取る、サイドバスターで落とす、片指に固める、カウントは2、現在2本目、1本目は2分10秒という短いタイム、チャンピオンチームがまず1本取っています。上マウントを取りました高橋七重です。今15分経過、60分の3本勝負、この世界タッグ選手権試合。さあ逆十字に取ります。なかなか前川選手にとっては、やられている時にはタッチしたいと思いつつ、2本目取られたら終わりですからね。そうですね、非常にこう試合運びが難しくなってますね、1本目を取られたことで。確かにね、非常に厳しくなりましたチャレンジャーチームです。まずは何とかして1本返してタイに持ち込みたいところ、それをなかなか許しません。チャンピオンチーム、サバットを見せる。今度はエプロン越し、エプロン越しの蹴り、サンドバック状態で。マムラ選手も結構気が強いところありますよね。そうですね、さあ強引に投げっぱなしのジャーマン、しかし立ち上がった、かかと落としを見せました。髪の毛を掴んだ、そして前村が行く、投げに行くが、しかし少し狂ったか、強引に投げました。下からビーナス、さあ投げに行くか、フランケンシュタイナーを狙うか、フランケンシュタイナー、ギロチンドロップからセカンドドロップの上、さあ合体を見せる、カウントは2、チャンピオンチームは連携いいですね。いいですね、あのチャレンジャーチームがこう行きたいですよね。そうですね、
これははい、スバット、はい、どうぞ。チャレンジャーよりも試合数、今この3ヶ月くらい考えると、はい、試合数は圧倒的に高橋浜田組の方が多いわけですからね。阿部さけり抑える、ここでどうか、早く間に合う、前村が抑えている間に、さあどうか、チャレンジャーチーム1本返せるか、ガード、ガードしている、バックドラップ、まだ右ハイのガードうまかったですね、うまかったですね、そしてそのままバックドラップ、いいひねりを加えました、綾子がいった、体をねじって、スピンを効かせまして、濱田綾子です。スピンキックを見せる、そして抑える、片指に固めて、カウントは2カウント。前川選手と前村選手のチームはどっちかに狙いを絞らないと試合が、ね、そうですよね、長くなるばかりで、さあここでどうか、前蹴りを放ってカウントは2、若干うまくこうターゲットを変えられているような感じもしますよね。そうですね、はい、確かにそれは言えます。踏み台にして7A、バックを取る、バックドロップ、並走で投げた、飛び込んでいきました前村、そして抑える、その間にどうか、前川、前川選手が左の脇痛めたみたいですね、そんな感じですよね、ちょっと痛そうですね、そうですね、あばらあたりにひびでも入っていなければいいんですが、さあ大丈夫か、かかと落とし、片エビ、これでどうだ、危なかった、カウント2、試合の権利があるのが前川と、そして綾子、今度は前丸にスイッチ、トップロープの上ミサイルキックを放っていく、ミサイルキックも一発、しかしすぐ立ち上がる、かわす、バックを取る、腰を十分に落とす、正面から行く、そばっとこれもかわした、バックを取る、どうなんだ、あと同士打ち、バックを取る、高いジャーマンだ、原爆がため、これで惜しいカウント2、取ったらすごかったんですけどね、惜しかった惜しかった、いいジャーマンを見せた、チャンスがあるとしたらチャンピオンの好きだと思うんですけども、なるほど、さあここはチャンス、絶好のチャンス、どうだ、しかし、膝が待っていたか、やっぱり追い詰めるとチャンピオンは上手くなりますね、そうですね、バックドロップ20分経過、バックドロップカバー、カウントは2、随所にいいところは見せるんですが、前村咲希まだ単発です。さあ逆にチャンピオンチームはここで一気にストレート勝ちを狙うか、前村に指示を出します、前川が肩車、ミサイルテイクがそのまま後方への投げ、あ強引に引っこ抜くように持っていきました、バックドロップ、やっぱ捕まりますね、そうですね、さあどうだどうだ、アシストをします、サンドイッチに捉えやられない、さあその間にどうか、ジャーマンで取るか、カウントは2、惜しいところまで行くんですけどね、行くんですよね、あと一歩なんです、あと一歩、同じ攻撃を浜田選手に集中してれば、はい、取れてるかもしれないんですけど、ね、なるほどね、どうもこうずらされてますよね、確かにね、今度は7へ、この状態から、おー強引に行った、頭を打ったぞ、どうだ、行ったか、2、惜しい、惜しかったですね、惜しかったですね、いい回転エビ固め、そしてどうだ、前に正面に落としていく、あそして前からの蹴り、いやこれは激しい、ジャックナイフで抑えた、これでどうだ、きた、ツー、
なかなか取らせてくれないですね、そうですね、はい、さすがチャンピオン。前村が一本取りたい。おー、ソバット激しい。頑張ってるんですけどね。そうなんですよね、あと一歩まで行くんですが、あー、これサンドイッチバックを取る。豪快なバックドロップ、豪快なバックドロップ、間に合いました。前川、今のバックドロップも危ない角度でしたね、そうなんですよね。そして彩子が抑えている。あー、ビーナスで、さあ、そしてここでどうか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 、あー、上には乗せられませんでした。さあ、今度は高橋七重、完全に分断して下からの蹴りは前村が丸め込んでいきます。これでどうか、ここできた、ボール、惜しい、あと一歩、あと半歩。今ちょっとみんな動きが止まってるところだったんで、そうですね、良かったんですけどね、かます、前蹴り、カウンター。一気に行くのかチャンピオンチーム。もう本当に取れるとしたら一瞬の丸め込みだと思うんですけど、あーコーナースプラッシュを見せます高橋七重です。それを返されてしまうと、こうやって攻撃が待ってますからね。ムーンサルト顔面、今かなり顔ですよ顔、そして抑える。これでどうだ、おー、よく返しました。意識ないと思うんですけどね。あー、そうかもしれませんね、目をつむったまま。ここで7ラッカー、これを食らうと危ない。あー、 DDT を狙っていきますが、正面からの蹴り、そして丸める。仲間強引だか、2、今いい形で決めたんですけどね。そうでしたね、左手をロックして、はい、典型の襟固めだったんですけど。そうですね、おお、こういった投げ技、これでどうだ、来たか、2、惜しい、いや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 。さあ、しかしここは前村に託します。ああ、どうし打ちとなってしまう。バックを取ってバックドロップ、やジャーマンに持っていく。よく返しますが、返すので精一杯かもしれません。いや、一方的といえば一方的ですね、あー、側面から、いや、激しい一発が出ました。コーナーを使う、うわー、この一発もえぐい。過去にも 3WA は一方的なタッグの選手権がなかったわけじゃないんですけども、はい、ここまで一方的なのはなかなかないですよね。もう本当に取れるなら丸め込むしかないような感じなんですけど。なるほどね。やや表情もうつろです、前村咲希。そしてラリアット、カウントは2。今あの横で前川選手も無意識で肩上げてるんですよね。結構追い込まれてるかもしれませんね。そうですね、抱え上げた、あー、厳しい。これでどうだ、完全にチャンピオンのペース。7ラッカー、来た、バンジキュースか、カウント3つ。長井さん、やや一方的、まあ、前村選手は、はい、持てる力は出したと思いますが、ちょっと一方的でしたかね。そうですね、しかしここまでやはり実力差があるということなんですか。いや、むしろ勝因はあの
試合の1本目なんか特にそうですけども、はい、高橋選手が、まあ、チャンピオンとして試合を冷静に運んだのが、勝因じゃないでしょうかね。あ、なるほどね。高橋選手と前川選手は今年に入って一勝1敗ですけども、今までの2試合と比べたらはるかに冷静で、本当にこうベルトを守ろうという意識をね、しっかりしてたと思いますね。そうですね。高橋の前、玉田彩香殿、あなた方は横浜文化体育館で行われた 3WA 並びに全日本女子プロレス協会認定の 3WA 世界タッグ選手権、見事勝利を飾りチャンピオンとなられました。ここに認定賞とチャンピオンベルトを贈り、その栄誉を伝えます。平成16年2月15日全日本女子プロレス協会コミッショナー塩野晴郎、おめでとう。塩野晴郎コミッショナー、認定賞並びにチャンピオンベルト、そして勝利者トロフィーが贈られます。ベルト戻ってまいりました。そして初防衛に成功しました。王者チャンピオンチーム高橋浜田組です。全勝ファンの皆さん、こんにちは。エブンスタイルアキラです。高橋選手、彩子、防衛おめでとうございます。今日は 3WA のタッグベルトに挑戦表明をしに来ました。エブンスタイル秋の中西桃江組対高橋七重浜田彩子組、ファンの皆さん見たくないですか、このカード。いいエブンスマークバスでよろしくお願いします。今日はありがとうございました。いい試合でした。あのさ、いつもさ、あの暴走の人が来るんだよね。その人が来ないと思ったら、今度は秋野さんですか。全場も忙しくて嬉しいよ。彩子、いいよね。私はやりたい。全日本プロレス代表ですね。まあ私はそういうよりまず赤いベルト戻さなきゃいけないから、全女さんリマッチいつしてくれるんですか。それ待ちです。私は今日はありがとう。
いませんじゃないよ、いいんだよ、うん、ね、この悔しさまたバネに頑張ればいいから、ね、これでベルト取っちゃったらあんた貧乏になりすぎちゃう、ね、悔しさバネに頑張ればいいんだから、分かった、もう夏の今日だけね、はい、どうも、はい、行こう、はい、まあ、保留になっちゃったんですけども、ああでも今すぐにってわけじゃないんで、はい、あの暴走は嫌なので乱入も嫌なのでちょっと、はい、今の3本勝負、まあ、日本で終わっちゃったんですけど、そうですね、いい試合だったと、まあ、お世辞なのか、田中さんにそうやって言われちゃうとなんて答えていいか分からなくなるんですけど、いや本音で言ってもらえば、いやでも前女さんの 3WA があの3本勝負っていうのは今日見て改めて、あそうだったなって再確認だったんですけど、それはちょっと自分的にはあまり3本勝負とか好きじゃないんで、ぜひ1本勝負でできればなと、はい、思ってますけど、 3WA タッグなのに、はい、まあ、いいんじゃないですか、時代は変わってんだからそれぐらい変わってもらわないと、いつまでもね、変な古いものに頼らなくて、返事待ちで、はい、まあ返事待ちで、そうですね、いいお返事を待ってます、なんか最近こういう試合ばっかりしてないかし、それはどういう意味、ぶっちゃん、どういう意味、ぶっちゃん、ぶっちゃん目指してるんだよね、いや、そんなことないですよ、ちょっと坊主になってみたいですよね、ちょっと今どんな何箇所頭開いてるのか、結構前村選手にガンガン椅子でやられてましたけどね、え前村にやられた、そうそうそう、うわ怖いな、でもなんとなくいい悪い意味といい意味って言ったらいい意味かもしれないね、あんだけやっぱりどっちかって言ったら今回違う中西選手ってね、高橋選手見たし、うん、なんだろうね、まあ相手も相手だったしね、だから逆に甘い気持ちで行くんじゃなくて、だったら私だってチャンピオンっていうのはこうなんですよっていう意味で私は行ったつもりで、なんか知らない間にパートナーも同じ気持ちだったのかもしれないから良い試合になってしまったけど、まあ意味であのチビは、なんだろう、燃えたんじゃないのかなって、うん、一本目が終わった瞬間、あいつの涙を見て、これはもう、でかしたぞって思って、これどういうふうにやられてくる、いや、やり返してくるなっていう意味ですごい、二本目は楽しみにしてたし、楽しみにしてたらこんな目に遭ってしまったし、うん、だから、結構ね、自分的には、あのチビとやって、見たら結構燃えるし楽しいんですよね、うん、だから変な意味この戦場の上の先輩とやるんじゃなくて下のことやった方が全然私も気持ちいいし、うん、なんか私ももうなんかいい意味で気持ちよくさせてくれるっていうか、ね、うん、まあでも前川先生に蹴られた分きっちり蹴り返したじゃないですか、あ、そう当たり前じゃないですか、チャンピオンだもん、そんなチャンピオン舐められたら終わりですよ、うん、ある意味ね、ボコボコにされたら自分はこの試合もちろん、まあ、勝つつもりで行ったし勝たないとアメリカにも行けなかったから、うん、やっぱりこのチームでちょっとアメリカ行ってみたいし、うん、そういう意味でもちょっと、舐められたらあかんぞっていう、うん、しかも17日また自分のタイトル戦が入ってですね、うん、そこへある挑戦者チームが名乗り上げて、七井選手は即答 OK という、うん、あこはね、まあ気が済んでないっていうのは分かるので、うん、気が済んでないというか興味はないんですよね、今はっきり言って、はい、私は私の興味は秋のな、うん、なもも、うん、なんか奈々さんも最近落ちたし、うん、私はやっぱりモモね、一緒に試合でだから組んでたからさ、どっちが違うか分かんないの、全場のモモとはやりたかった、
もし自分がベルト取って、あの人がまだここの団体にいるとしたらもちろんやりたいし、うん、まあでもいろんな事情で抜けてしまっていろんなとこ上がってるけど、なんか落ちたなって私ははっきり言わせてもらったらそういう感じだし、うん、試合は落ちてないけどなんか名前が下がったなってなんかあんまり興味もないし、秋の秋ので大変だろうし、うん、同期だし、なんかあったらね助けてあげたい気持ちで私はいるけど、今はやっぱり何よりも私はアメリカとメキシコだし、何よりも先にまた前場のベルトを取り返して、うん、この人が守んないんだから私は守るし、なんか何だろう、お客さん的には見たいカードかもしれないけど自分には今付き合ってられないっていう状態ですね。うん、でもコメントで断るごとにインタビューとかで秋野選手の名前を出してるのは早子選手なんです。だからそういう意味で上がってこいっていうことだよね。そうだ、そういう意味でもその名前を挙げてるのは私だから、うん、まあ届いてないです。まあどう届くのか分かんないけどね、アイス自身だし、今私は赤いベルトだし、今ガイアのベルトも巻いてるわけだから、うん、ちょうどこの赤いベルトとガイアのベルトますます頭に浮かんできてるので、うん、でも赤いベルトに関しては長い選手が黙ってやらないんですよ。うん、ね、狙ってるけれどもやっぱ前場にいるからこそ簡単に挑戦できないっていうのは分かってるから、うん、ジャパングランプリだとかそういうものをね目指して、それかまあタッグを何回も防衛するとかそういう結果を出さないとは、私だってそれはもうやらせろやらせろってそれは筋が通ってないことだっていうのは前場にいるからよく分かってるし大切にしてるから、でも絶対に諦めてはないんで、それより私はこっちの今持ってるのを防衛回数増やすことによって赤いベルトとかにつながると思うし、そういう秋野さんが言ってきてくれた同世代でもっと活性化していきたいと思ってるから、まあ気持ちが噛み合わないのはしょうがないし、っていうか前からそうじゃないですか、うん、こう見えても仲悪いんからね、仲良く見えてないって見えてないし仲良くないからね、だから、まあ、敵だからね、だからこうベルトも巻いてるわけなんですよ減ったタック、まあ、複雑なタックですけども、そこは複雑なタックだけどこのタックはアメリカ行きますから、それを楽しんでくださいアメリカじゃねえか、アメリカ連れてってください。いやいやいや行きましょう全日本女子プロレス横浜決戦全試合が終了いたしました。さて中井さん、はい、今日は白熱でしたね。そうですね、今日もですね。そうですね特にですね、セミファイナル、そしてメイン、これはちょっと振り返っていただきたいですね。セミファイナルいい試合ですよね、チャンピオンはチャンピオンの力を見せたと思いますし、はい、光選手はね、精一杯チャンピオンに食い下がったと思うんですけどね、試合中もちょっと言いましたけども、光選手はやっぱりこうペースを変えるというか、はい、自分の試合運びのバリエーションをもうちょっと、ね、はい、増やさないとまだまだチャンピオンの牙城は崩せないかなと思いますかね。そうですね、はい、しかし、まあ、本当に20分以上でしたか、20分ですね、そうですね、今日ですね、よく頑張りました。そうですね、はい、さあそしてですね、チャンピオンチーム、防衛を果たしました 3WA の世界タッグ選手権試合なんですが、はい、やや一方的、そうですね、残念ながら一方的な展開になってしまいましたけども、はい、あの遺恨を、ね、引きずらずに、はい、ベルトを防衛することに徹した高橋選手の勝ちだったんじゃないでしょうかね。そうですね、はい、冷静に対処しました、はい、そしてですね、その試合終了後にですね、秋野が対戦、表明をしまして、はい、なんとそのパートナーが中西桃江ということで、そうですね、秋野選手のこう挑戦表明に対する浜田選手の反応がすごく印象的でしたけども、昔あのアルシオンでね、はい、秋野浜田組というのはベルト取ってますし、はい、実は高橋中西組も CWA のチャンピオンですから、はい、その元チャンピオン同士が組み分けをして、プロレスってこう因果なものだなと思いますけどね、はい、ただこう浜田選手が秋野選手の表明にちょっと透かしたような感じをしたのは、はい、まだこの2人の間にも何かあるのかなという感じのものを感じさせましたけどね、はい、リマッチの要求を浜田がしましたよね、その前にシングルだというね、そうですね、タッグの返事してもよかったなと思うんですけども、透かしたあたりはこう団体を、ね、分かれてやってきた2人の、こう
思惑というか、うん、心の中にあるものが感じられたシーンですよね。そうですね。しかし、はい、我々まあ一ファン心理からすると見たいカードではありますよね、うん、秋野と中西が組んでトライをですね、はい、まあ、どんな試合になるか全然想像つかないですけどね、はい、あのまずはやるのかやらないのか、はい、そこの返事を見てみたいですね。そうですね、はい、全日本女子プロレス今後ますます熱くなります。ぜひご期待ください。本日の解説は日刊スポーツ新聞社永井貴正さんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました、それではこの辺りで横浜文化体育館よりお別れしたいと思います。ごきげんよう。さよなら。